豆太郎のサイズのなコオロギプグが食っちゃったから、おーら豆太郎はもうそれ楽勝だわな。プグの3倍、体長では2倍もないですけどね、もう横幅が3倍以上ですよ。おお、豆太郎を見守るように同期のトサカとソラマメ、この3匹同期です。去年の春、出会った3匹豆太郎がね、まだ食えるぜって顔してます。わかったわかった、豆太郎でもあんたばっかじゃあかんでね、ちょっとこの辺に置かしてもらうよ。誰誰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 、トサカ、お豆太郎か、惜しい、豆太郎はジャンプ力がちょっと足らんかった。あれ、お豆太郎頑張れ、よし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 、豆太郎が奥で食った。そしてチャーさんが降りてきましたね。お、チャーさん降りてきた、チャーさん降りてきた。さあ今日はご飯の日なんでこの辺に置いていきましょう。ほい、おお、トサカ、あー、チャーが怒るな、やっぱりな。トサカとチャーですね、仲良しのね、夫婦ガエル。怒ってるね、チャーさんがね、女の子でグエってね、悲鳴上げてるのがトサカ男の子、仲いいんですよ。あ、恐る恐る、ちょっと茶の方向いて、茶がもう一瞬たりとも視線をこう反らさない、怖いなぁ、怒っとるなぁ。茶にもあげよう。チャーさん、あんたね、怒らんでもやるで。おー、よしよしよし、落としてた。今一瞬トサカがまた食おうとせんかった？トサカ、やるな。まあ、仲が良すぎて。お、横綱メロン、メロンが現れた。まあ、見たらも寄ってきとる。うぅ、来た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 、5匹。ね、プクも来てたんで、ネズミさんは多分ね、寝てます。で、パンダもどっかに避難してます。パンダはね、さっきちょっと外出して遊ばしてたんですけど、どこ行っちゃったかな。メロンちゃんも来たところで。ふいっと。おー、メロン楽勝。今、あれですね、空豆が影に反応しましたね。すごいな。よしよしよし、わかったわかった。豆太郎かチャーさん、どっちが食うか、これまたやる。お、豆太郎頑張れ、豆太郎、豆太郎が左手ちょっと行くて、おお、パクってくわえた。豆太郎よかったな、パクってくわえたね。今プグはね、おお、茶が怒った、茶が怒った、茶が怒っとるわ。おい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 、茶も一匹食ったけどな、一匹じゃ足らんわな、この方がいるな。さあ今日も竹の方から落としていきましょうか。竹から落とすとなんかバランスよくね、こう。おお、何が起きた、今メロン大ジャンプしたぞ。おお、メロンすごい、今見ました。ああ、この竹のやつにジャンプで食べれなかったけども、すごい、お、狙っとるね。このメロンこそね、今年の、3月、うちの庭で冬眠から目覚めた野生ガエルで年齢不詳。この大きさだからね、3歳か4歳と、まあ僕は見てますけどね、豆太郎より年上です。明らかに。まあ間取って3歳かな。約3歳のね、もう野生でバリバリにやってきたね。もう本当に、野良上がりの。あれ？空豆じゃない？野良上がりの、本当にもうワイルドのね。おお、ワイルドだな、言っとるそばから。メロン、このメロンのいかつさですよね。この野生でふざけんなと、もともと餌自分で取っとったわ、やるわ、よしよし、人間にもらんでもなっつって、わしゃ自分で3年間生きてきたんだよ。すごいですね、冬眠までして生き残る回って相当ですよね。
でもな、メロン1個教えたのか、ハラペコンチョにはな危険生物おらんでな。嘘やて、メロン。メロンごめんな。メロンがうちの庭で3年間おったかは知らんけどな、まあ去年から今年にかけておったのは確かだよな。ありがとうね。メロンも慣れてね、こうやってね、もうね、普通野生の野良ガエル、こんな指で触れたらすぐ逃げていくんですけどね。メロン、ちょっと、あんた。もうメロンになるともう慣れも早いですね。もう人間なんて慣れたら怖いもんじゃないぜ、みたいな。お、出てきたけど、空豆逃したってこと？お茶に食われた。ちょっと空豆の顔を見てほしいんですけどね。あ、空豆。んなことあるの？そら、なんか泣いてないか、この子顔。そらは切なすぎるがね。泣くのを我慢してるか。茶がすごいな。ああ、拗ねた、拗ねた、拗ねた。そら、ちょっと手ぶれすいません、今。笑いげてね、手持ち、あ茶に、あれかタックルかちょっと空豆に一匹あげますね。ちょっと止めます。空豆、あんたはな、攻めとった、えらい。おい空豆、おい、行く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 、よしよしよし。そういうのは攻める姿勢は大事だよな。まあたまたま運が悪かっただけですよね。竹やぶの奥行ったらひょいっとコオロギが手前に出てきちゃった。空豆のこの捕食活動、捕食行動はね、これ正解ですね。確率なんだなと。さあ、運よく食べた茶を見つ、三巨頭が豆太郎ってもう3匹ぐらい食わした気がするけど、まだ欲しい顔してるな。ピッと、これはメロンじゃないかな。豆太郎、豆太郎も大概食っとるでな。あ、ごめん、豆太郎がパクっていったとこ、カメラの外だった。あ、メロン気づいた、メロン気づいた。死んだふりしとる、コオロギが。おお、秒ですね。もう一瞬で、動いた瞬間に気づく、メロン。メロンが言ってますね。もう今年の3月まで野生だでね、私は、つって。なあ、メロン。舐めんじゃないわよ、つって。今ね、竹やぶの奥でね、パンダを見つけましたよ。ほら、ここにおるパンダ。パンダにもピンセットで食わさなか。ああ、ここは撮影しづらい。ちょっとね、ウルテクを使いましたが、ウルテク。ウルテクって知ってますか？裏技のことなんですけどね。ちょっと昔ね、ファミコンとかでね、なんかファミリーコンピューターマガジンだったかな、ウルテクっつってね、こう裏技、通常ではありえない、こう、おら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 、映ったかな、ほら、ウルテク。おお、もうね、物理的にこうね、竹をぐるっと回しちゃったんですよ、パンダに直接給仕させると。パンダちゃんは食べるかな、パンダ食べる、パンダ食べる、パンダやっぱ食が細いな。昨日も食べんかった気がしたんだよな。どうだろう、2日か3日食べてないからな。ちょっとまた子ガエルの子孫に分けなあかんかもしれないですね、これ。餌だけね。